今年の1月1日からセーフティーオフィスでアドミニストレーティブスペシャリストとして働かさせていただいております千葉和子と申します。1991年にキャンプ様のフリートメンテナンスで OVA のディスパッチャーとして5年働き、その後セントラルアカウンティングオフィスでアカウンティングテクニシャンとして19年働いておりました。数字とにらめっこの毎日でした。現在は全く違う職種に目を回す毎日です。いろいろあるお仕事の中でも同僚からの温かいご指導をいただき、ごく最近始めさせていただいているお仕事で、新しく日本に着任された方々にドライビングインジャパンオリエンテーションの講習をさせていただけることになり、人前で話すのは苦手な私ですが、一人でも多くの方が日本で交通事故や交通違反の経験がないようにという思いで講習をさせていただけることに感謝しております。成人した娘2人と息子1人の母で、私は早くおばあちゃんになりたいなと思っていますが、主人はもう少し待ちたいなと言っています。趣味はパステル画を描くことです。柔らかいふんわりした色合いの絵を見て癒されてくださる方がいたら最高の幸せを感じます。今までたくさんの方に助けていただき、支えていただいて感謝しております。あと数年で定年というこの時に、この素晴らしい仕事と職場に恵まれ、さらに今回皆様の前で自己紹介の機会をいただき、ありがたく思っております。